さあ参りましょう。とりあえずバルブレイブが空いているか。バルブレイブってここだけ？あ、こっち側になんかさちょっとだけなかったっけ。ほらちょっとだけあるよこっちに。ほらほらちょっとだけあるよ。なんか弱そうだけど、これ置かれてないよね。画面見られてる。ライズをチェックされてる。ライズをチェックされたバルブレイブあるけど、危ねえ。まあちょっとまあこの番号で取れただけでもね、これ幸いですよ。ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そして太鼓です。はい、ということで本日は2023年8月30日ということでやってまいりました。福岡県太宰府市にございます。昨年4月オープンのお店ということで、最近このお店めちゃめちゃ負けてるんですが、今日はついに抽選85番。今月まあ頭からですけど、ずっとバルブレイブ取れたらバルブレイブと決めて、まあ最終日にね取れたのはこれ幸いということで、いつも言ってる4つのハードル、抽選勝つ、ミミズを避ける、設定がある、やれる、はい、とりあえず1段階目はクリアしたんで、ミミズはだいたい2割3割ということで、その辺を超えて、設定は何割入ってるか分かんないですけど、やれるかどうかは最近やれてないですけど、まあもうここは数字じゃ表せないんで、まあ、とにかく叩くだけということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ほな行くで。久々にこのお店で朝一バルブレイブやで。1ゲーム目レア役演出起きない、惜しい。さあやっていきましょう。久々、まあね、メインのでっかい通路のところがボックスになってて、もう一番広くていいところなんだけど、そこは満台で、じゃあもう諦めてユニコーンかなと思ったけど、私思い出しました。はい、バルブレイブね、こっち側にねちょっと外れたところにちょっとだけあるんですよ。データをねちゃんとチェックしてるわけじゃないけど、やっぱりこう外れたところは弱いイメージ。弱いっつったって、この台過去最高でもうコンプリートしてるから、強いのよ。昨日6600枚、一昨日万枚、まあ、普通に強い。ミミズが3日前に一度あったきり、もうだからまずはこの台がミミズかどうかで、もうミミズだったらそれはもうどこ座っても一緒なんでしょうがないんで、あとはやれるかどうか。ボン、でもめちゃくちゃね。あーこっちのパターン、あー惜しい、惜しいな。あー一発目の、いやー頼む、なんでだよ、惜しいな。一発目のチャンスゾーン通せずか。これは天井モードだな、短縮定格だ。うわ3人出たわ、6ねえな。3人だけは出ないでほしかったな。唯一出てほしくない画面。3000円儲けた。5万円で天井いけた。久々にこの店で朝から打っておは天は辛いけど、これが決戦だったらマジきついし、さらにそこからミミズだったらもっと辛いんだけど、しょうがない。それはもう1500ゲームここかな。おお、1502、3、おやおやおや、あここでそういうパターン。うわーこれか、これ革命ボタンじゃないもんな。マジでこれビッグじゃないと困る。あーあかん、あそんな気はしてた。よし、いや今分かってたよ俺は66ゲーム目だってことを。ただまさか入るとは思ってないから。
念のため第3停止機は入れたよ。耐えー耐えー、いや珍しいなー。あー耐えた。これで若干、まあ若干だけどミミズの可能性下がったかなぐらい。まあでもここで俺がミミズを否定する。バカミミズやん、何の意味もないわ。ミミズや、危ねえ。これミミズっぽいな、危ねえな。早く前兆行ってくれ、無理だ、やばい。これ最低の展開だな。オハテン決戦からのミミズは一番負けるやつだ。わかんねえから大丈夫。赤まで行くとワンチャン危ないからな。オッケー。は？当たんのこれ。いやこれやばいな。マジ？これで当たったらまあミミズだな。わかんないけどミミズの可能性あんなこれ。いや昨日から決戦しか引いてないな。終わったわ、ミミズだわ。さすがに402発だ、最悪だ。いや当たるだろうな。ねえのかよ。短縮入んなければギリギリ耐えるんだけどな。短縮入らなければ。あ？40。でダメか。400だよな。70% ぐらいミミズなんだよな。もう一周だけ見てやるか。これ6474どっち ?64 か。 70% でミミズなんだけど、まあでもやめようと思ってて、まあ別にミミズじゃなかったとしてもシンプルに決戦3 で終了画面も何も出てないし、ミミズの可能性ゼロだったら別に打ってもいいかなぐらいで、ミミズの可能性がそれなりにある状況でかつ設定的に厳しくねっていうところはリスクがバランス的に大きいからやめかな。
これで 78% ミミズですね。やめということで、久しぶりでございますけれども、ユニコーン、まあ、バルブレイブがダメで、無論バルブレイブにミミズ以外の商いはなしということで、まあ、ミミズ 70% 後半パーセントだと踏んでやめましたけども、もう早速次の人打ってましたけど、まあ、ミミズじゃない可能性もね、俺の読みではだから 22% ぐらいあるんですけど、仮にミミズじゃなかったとしてっていうところまで考えて、まあ、決戦3発の、まあ、6捨てなければいいよねっていうところで、まあ、6はちょっと厳しそうと。わからんけどね、あれだけじゃ。ただまあミミズである可能性がかなり高いっていうところで、やっぱりミミズ打ってるのはね、本当人生の無駄なんで、時間の無駄なんで、限りあるね時間、まあお金を何十億円って例えば持ってる人っていると思うんですけど、そういう人たちってまあお金、変な話、普通に暮らす上ではもう無限なんだよね。でも時間だけは有限なんで、全員に等しく与えられた。だから我々いわゆる庶民がだよ、その人生を生きていく上で、もしねこう人生をこう豊かにというか、例えばイーロン・マスクとね、俺はね、当然同じ土俵には立てないわけですよ現状。でもイーロン・マスクにもきっと俺ぐらいしか資産がなかった時代もあるだろうし、まあ、生まれながらの資産家の家に生まれてたら知らんけどね、今の時点では100億円持ってるやつとか1000億円持ってるやつとか、なんだったら1億円持ってるやつと対等な立場にはないわけですよ我々庶民は。ただ時間だけは全員に対等なんだよね。まあ、もちろんお金でねちょっと時短作業をねするっていう作戦もありますけど、このパチンコ屋の中に置いて言えば、時間はマジで全員等しいんで、はい、この等しい時間をねミミズを打つっていうことにね割くことはどうしてもできないんで、判断したらすぐにやめなければならないと。ということで久しぶりのユニコーンですけど、このお店はとりあえずユニコーン50台以上あって、ガンダムシードがね導入っていうことが、まあ、今月かな、まあ、何週間か前にありまして、まあ、結構話題もあったし、シード筐体もエヴァ筐体だし、まあ、同じ3強のねこの、まあ、ユニコーンにとって変わるんじゃないかぐらいの感じで、だから俺ユニコーンのトータル収支をねどうしてもプラスにしたくて、間に合わねえとか思ってたんですが、なんとこのお店、まあ、シードもちろん導入2桁台数導入はしてますけれども、なんとユニコーン増大しました。はい、1台ぐらいですけど、で攻撃の手を緩めないようです、どうやらシードの稼働状況とか、まあ、実際のホールでのこの動きとかはもちろん見つつ、ユニコーンの台数が減るどころか増えて、かつ今満台御礼です、フル稼働です。この台も偶然ね目の前でやめたんで、おっと思って抑えてなんとか取れたんですけど、なんでことこのお店に関してはとりあえずはしばらくの間はユニコーンをしっかり押していくと、はい、いうのがもうこの設置でわかるもんね。バルブレイブもろくにやれないやつが果たしてユニコーン出せるのかっていう話ですけど、まあまあまあそこはね、それはそれということでね、ユニコーンの収支実は結構いいとこまで来てまして、現状ユニコーンの障害収支がなんと3万4000円負けということでね、いや俺結構これ負けてるイメージ多いと思いますけど、まあ確かに負けてるんだけど、もっと負けてると思ったでしょ。俺最盛期では確か80万近く負けてたと思うから、だいぶ戻したよ本当に。こういうユニコーンを打つ機会自体はもう、まあめちゃめちゃ減ってるから、本当にこういう機会にしっかりと結果を出す。まずは先読みを先読み、バルブレイブは考えうる最悪の展開だったからね、もうオハテン決戦からのミミズ。いやーどうしてだ、先1万円使って先読みゼロかよ、悲しいな。もうまだ時間はあるよ、時間はあるよって言ったけどもう3時前か。いやー打ち始めて250回転先読みなし、頼むマジで。あいいっすよ、あこれでなくなった、あざす。んまあ今8万ぐらい、ブブブで7万いかれて、今あいつにブブブひどかったわ、天井からミミズでも、どうしようもない。あざすあざす。やっと来たよ、初先読みだよ。でバブルはなし、弱いぞ、初先読み
いやー、ほよんでいって緑、いやー違うな、頼むお願い、クソしょうもないのやめて、いやしょうもないな、うん、あーしょうもないな、このまま終わるなよ、ダブルはなし、いや弱っ、弱いよー、いやこれ行かないまであるな、いやこれ行かないまであるよ、っていうかもうこれ行っちゃった時点でもうダメだ、あのねマグロ起きろ、いやダメだ、あまりにも弱い、なんか間違えろ、赤い赤い、ありがとう、8万円ちょうど、375回転、赤ボタンで持ってった、頼むよ、3000でいいぞ、ここはマジでこれ本当に取ってないだけはやってない、3000でいい、頼む、上がれ上がれ、白白白からの、うん、来ない、マジで頼む、マジで頼む、3000つけ、3000つけ、3000つけ、グッ、つかない、つかない、あーほんまに頼む、これもう無理だ、これ取らんかったらマジで無理だ、ユニコーンフリーズ行ってくれ、ユニコーンフリーズ行ってくれ、お願いだお願いだーっていうかもう本当に無理、これこれ行かなきゃ無理、かマジで無理、ほんと許してほんと許して、8万だよもう、これ行かなかったら俺もう無理、許して許して、お願いだから許して、それでもそれそれもう最低、本当にもうね信じられねえ、信じられねえわ、勘弁してくれよ、あーダメだ、9枚目、ついは10枚目、10万円なくなって11枚目使ってダメなら今やめてもいいんだけど、泣きの1万円です、ラスト1万ぐらい、うん、あーひどいね、先読み1回だけはないよ、まあでも別にいいんだ、しょうがないって、俺別に何も悪いことしてないしな、なんか逆に開き直るわ、抽選ギリギリでパルブレイブ取って、オハテン食らって、ミミズで、もしかしたらミミズじゃないかもしれないけど、多分ミミズで、ミミズを早々に見切って、で、ユニコーン打って、ボーダー越えてるユニコーンで、タコ負けしても、まあ、そうだな、正直、何も悪いことしてないから、別にいいか、やることやって負けたというか、移動すればよかったとか、選択でどっちかの2択でとか。大移動するかしないかとか、そういう選択で後悔してるわけじゃないから、打った結果納得して打ってしてなくて負けてっていう台をまあ打ってる、パチンコパチスロってそういうもんだしね、また来月頑張りますか、おしまい、お疲れした、ということで午後6時前の店内状況見ていきたいんですが、まあユニコーンの島は今日は特別に元気がいいですね、ここ拡大ケースじゃないんで箱なんですけど、ちょっと歩くスペースもないぐらいの、俺がやめたユニコーンも即確保って感じで、50台以上あって多分もうほぼ満台、これ朝からずっとこの状況ですね、北斗は半分以上は初当たりが10以上かな、17回なんて台もあるよ、どうなんでしょうか、バルブレイブは4000枚カウントしますか、恒例のここ俺の一番座りたい場所が4000枚で、角にが万枚、5000枚、5600枚、万枚、めっちゃ出とるやん、5000枚、
6000枚反対側に来て、うわ17000枚、17000枚だけどこれは人変わってないね、最後まで行くつもりですね、コンプリートまでで4000枚、5000枚、5000枚、今日めっちゃ出てる、6000枚、そして万枚、1万1000枚で1個飛んでまた万枚、そして6000枚ということで、ここまでで15台、ここだって33分のだよ、ここ15だよ、半分が4000枚オーバーだよ。ただ俺が打ってた島途中データ見たんですけど、こっちがだいぶきついっすね、てかミミズが多すぎて、このカードがミミズでしょ、で俺が打ってた台もこれちゃんとやめましたけどミミズですね、 あれからさらにへこんでますね、でここもミミズで、これは分かんないけどどうなんだろうね、あミミズっぽいね、てこれほぼミミズじゃない、まあこれはクソへこみだけど分かんないけど、まあでも俺の台もミミズだけどこういうグラフだから、ここの島はもう全滅ですね。そして筋肉マンが3000枚、6000枚、7500枚で3000枚、3000枚、あすごいね、肉は最低が3000枚だね、辛さは今上位入ってるこれが2000枚、まあ、グラフ見る限り結構いい感じっぽいけど、で7000枚、3000枚、6000枚って感じでいいんじゃないですか、辛さもプラスの台が多いね全体的に。とはゴブリンはもう結構人が離れてるけど、これとか4000枚で、ここも4000枚、今日はゴブリンそこまででもないから、でもそれでもまあ割と稼働抑えめな割にはここねもう3000枚、4000枚と。でまあブブブのメイン島が圧倒的だね、あとは筋肉マンもいいね、ブブブがすごいわ、この時間ですでに万枚が4台ぐらいあるからね、しょうがない、あそこ座れなかったんでドンマイって感じ。ということで8月30日、8月の最終戦、福岡県は太宰府市で実戦終了ということで、朝の抽選85番でバルブレイブの、まあ、メイン島ではないけれども本当にラスト 2,3 台のところにギリギリ駆け込みまして、まあ、ここがデッドラインみたいな感じですね、取れたんですが、オハテン1500点上行ってミミズというところで、でその後ユニコーンに行ってブブブで6万4000円使って、なんでユニコーンで4万6000円使いましたね、はい、でなんと先読み1回、はい、でその1回当たったんですけど通常で終了ということで、11万使って一応ブブブのミミズで200枚回収したんで、まあ10万ちょい負けというところで、まあまあ激しく負けましたけど、途中も言いましたけどこれに関して選択を間違えたっていうところはないんで、もちろん結果論としてね、いやブブブ座んなかったらよかったよねとか、ユニコーン打たなきゃよかったよねとか、まあそれはあくまで結果論であって、いわゆるスキルが出る部分において言えば、正直ちょっと思い返してみれば、あのオーバルブレイブを俺ミミズと判断してやめれたのって結構もうこれ言ったらあれですけど上級者だと思います。まあオハテン食らって、その後400でのチャンスゾーンで、9マのリプレイで成功して、でその後400でのチャンスゾーンを、失敗して、先で失敗して、で100でアキラで V 揃いで当たってるんですよ。これで私やめてるんですよ。なんですけど、まあ、あの打ってる時も言いましたけど、まあ、絶対にミミズだという確信はなかったですよ。ただ78% ぐらいでミミズ、かつじゃあミミズじゃなかった時にどうなのって言った時に、まあ、単純に革命ゼロの決戦3っていうところで、まあ厳しいよねっていう、もう要はミミズじゃなかったとしても得られる設定っていうものが多分6は厳しくないっていうところでやめたんですけど、まあその後結局データ見てたら400あたりで、ラッシュに行ったものの単発っていうところだったんで、でもう今空いてるんで多分まあミミズで間違いないとは思うんですけど、要は謎当たりしてないんですよ。でさらに、先で外れもあるんですよ。だからまあ結構ミミズって、正しい知識がない人、もちろん俺も全てを知ってるわけではないですよ。ただ俺の実践データ私の実践上っていうところにおいて言うと、やっぱり400ゾーンでの当たりっていうところが一つ肝になってくる。特に、ただの400当たりは、まあ、たまにあるんですけども、今回のケースだと天井で、決戦ボーナス引いた後、まあ、引き戻しでラッシュ入ってるんですけど、やっぱ一度ラッシュに入る、もしくは、まあ、革命ボーナスオアラッシュ引いたら、まあ、モードが
再抽選というかリセットというか落ちるというか、まあ、モード B 以上にずっといて700とかで当たってたとしても、革命ボーナスか、革命ラッシュですねに入ると、モードが、まあ、A に行く抽選をしてるんですよ。もちろんそのままというかもう一回 B に行くってこともあるんですけど、ってなった時に、やっぱラッシュ後に400で当たるって結構レアケースなんですよね。これただの400、例えば朝一900、次が600で、その次400の400とは全然わけが違うんですよ。ラッシュ後の400とか、まあ、革命ボーナス後の400っていうのはかなり薄いです。要はミミズじゃない台だと。でそれを2連続で引いてたんですよ。400、400ってラッシュ抜けでやって、謎当たりしてなくてもこれはミミズなんじゃないかっていうところで、で結局謎当たりなしで私は判断して、まあ、もちろん今回はそのなミミズじゃなかったとしても6は厳しくないっていう理由でやめたのもありますけど、まあ、これね変な話、こういうちょっと設定に期待ができるお店だとついついズルズル打っちゃう人いると思うんですけど、マジでミミズは時間の無駄なんで、人生の無駄遣いだと思うんで、まあ別にいいですよ。ミミズを打ちたい人は全然打ってもらったらいいんですけど、俺は本当おすすめしないんで、はい、ミミズからワンチャン抜け出したらみたいな思うことあると思います。俺もずっとそれは考えてますけど、ミミズなのにミミズから抜け出すっていうのって設定1でコンプリートするより大変だと思うんですよ。マジで抜け出さないんで、はい、てか抜け出さないようにできてるんで、変な話。もちろん理論上はね、腹切りチャレンジに持ってって全部そこで毎回レア役引けばもう強制継続なんで、それを20回やれば20セットまで行くんで、まあミミズから脱出することもできるのは理論上はみんな頭で分かってる。だからこの理論が邪魔をするんですよ、正常な判断から。ミミズだと思ったらやめた方がいいっていうのと、あとはミミズの判断方法に関しては、まあ俺も結構ミミズで痛い思いはしてきてるんで、まあ何パターンかありますけどね。オーソドックスミミズっていう、まあ今日右の台がまさにそれだったんですけども、400でほぼほぼ当たる、400での当選率が 90% で、チャンスゾーンも謎当たりする。でこれ勘違いしやすいんですけど、謎当たりするのはミミズなんですよ。ただじゃあ謎当たりしなかったらミミズじゃないとはならないんです。もしくは太陽薬で当たってるからセーフっていうのも、これ考えてみてください。雷蔵の押し順ベルで3回連続当たりました。これ結構もちろんそのまま当たってる可能性もあるよ、普通にミミズじゃなくて。でも例えば今日もね、俺雷蔵雷蔵雷蔵ってもうベルをね毎回2回ずつ抽選受けて全部外してるやつが急にじゃあ9万のリプレイで当たってラッキーってなるかっていうと、怪しくないって俺は考えるんですよ。っていうところで本当これマジで国語の話なんですけど、謎当たりならばミミズ、これはほぼほぼ成立します。もちろんミミズじゃなくての謎当たりも稀にありますけど、謎当たりならばミミズはいいんですけども、謎当たりじゃないければミミズじゃないこうはならないんで、本当気をつけてください。で逆押しの V を狙えの V 揃いに関してもミミズの方があれでの当選率高いと思いますので、とにかく400ゾーンでの当選っていうところを軸に考えつつ、もちろん謎当たりしたらアウトだけど、しなかったらセーフとも限らない。今回の俺のようなケースもあるんで、はい、で今のはあくまででもオーソドックスなミミズの話なんで、まあ、エンディングでこんな熱く語ってもね、だいたいエンディングみんなもう見てないと思うんですけど、本当にミミズっていうところをね避けた方がバルブレイブ生活が楽しくなると思うんで、はい、俺いつもねそう、ミミズこれ何パーぐらいって言ってますけど、もちろん適当に言ってるよ。適当っていうのは頭の中で考えて言ってますけど、要は何が何パー何が何パーということで合計何パーとまでは言ってないけれども、これまでの実践データもちろん全部語り出したらキリがないんでね、もう多分もう何十万ゲームも打ってるんで、なんですけどこれまでの過去の傾向から考えて、このラッシュ抜けの400この時点でもう 50% ぐらいあるよね。でそれが2連続で 70% でかつラッシュ2回入って2回とも、スーパーまで届かないっていうところで、俺の中では今日 78% になったんですよ。っていうところで毎回毎回それ言ってもいいんですけど、めんどくさいんで、だいたい 70%、78% かなとか、これ 85% だねとか言ってますけれども、はい、まあそんな感じで、今日は結局だから11万使って200枚回収のクソ負けですけれども、何かねこの動画を見たら、まあ、取れ高そのパチスロ的な取れ高は正直全くないですよ。だけれどもまあこの最後のエンディングまでこのクソ回を最後まで見た人にもし何かこれで有益なね、はい、情報になれば、まあ、知ってるか知らもちろんこんな状況になるケースってあんまないかもしれないけれども、なった時にあこれサスケの動画で見たやつだってもしなって、うまいこと回避してね、別の台に、例えば一番困るのが例えば今日の俺の台もう無理なんですよ。天井行ってミミズで
自分の中では最速でやめてるけれども、まあ、その時点で積んでるんですけど、例えばだけど隣にミミズではないけれども設定あるかどうか微妙なところの空き台が出てるって言った時に、でも自分の台もミミズか分かんないから打ち続けちゃうっていうのはすげえ損失なんですよ。あのさっさとミミズは変な話オーソドックスなのでいけばそこまで負けないんですよね。まあ、今日の俺のケースもあのまま打ったら、あの要は初当たりで5万かかっちゃってるんでそれはもう取り返せないですけど、そこから先はなんやかんやあのそこまで負けないぐらいに落ち着くんですけれども、それによってそれを打ち続けることによってあの別のもっといい台にありつけるかもしれないのを損失してしまうんで、そういう意味ではすごいマイナスになる。あとはシンプルに時間の無駄っていうところで、はい、なんで、まあ、何か参考になればなというところです。はい、ユニコーンはちょっと残念でしたけど、でもまあまあボーダーを超えてたんで、はい、別にだから今日いや また負けましたよ。前回もここで10万ぐらい負けてますけど、今日に関しては特に選択という意味において言えば何も間違ったことはしていない。現に今日のこのメイン通路のバルブレイブ今までで一番出てましたね。このだってまだ6時で万枚がすでに5台出てて、もう 1台がコンプリート間近で4000枚オーバーカウントいつもしてますけれども、あのメインが多分34台とかかな、で15台がもうすでに4000枚オーバーなんですよっていうところで、今日正直今までで一番と言っていいぐらいに出て、まあ、強い弱いは設定配分は分かんないし、入ってても出ないことももちろんあるのがバルブレイブだけど、今日は特別に出てますね、はい、っていう中で、まあ、座れて、で一応自分の中では結構テクニカルにミミズを判別して、でさらにボーダープラスのユニコーンに移動できたっていうところで何にも選択間違ってないんで、これで負けたのは本当運が悪いだけなんで、正直これはまた同じ状況であれば同じ行動を俺は取るんで何の後悔もないけど、ただただ悲しいっていうだけです。はい、ということで今月これで収支が35万負けぐらいになっちゃって、まあこれで明日はねあの麻雀のお仕事でパチスローの収録はもうないんで、また来月切り替えて、まあ今月は大敗しましたけど、でもまあ終盤もねあの変な話置きに行こうと思えばいくらでも置きに行ける中で攻めた結果なんで、まあ、これがあるから逆に吹くときは万枚万枚ってね、一応まあ今ちょっと崩れたけど、ここまで11月21日のスマスロ導入から、まあ、今日8月30日までで俺8回万枚出してるんで、まあ、月1ほぼ月1ペースで出してるんで、こんなこと今までなかったんで、まあ、これは攻めた結果だと。もちろんお店がいいっていうのももちろんありますよ、はい、ですけれども、まあ、立ち回りとしては攻めた結果なんで、こういう月もあるこういう日もあるということで切り替えて来月頑張っていきたいなということで、おかげさまでね皆さん動画いっぱい見てくれてると思いますけど、動画めちゃめちゃいっぱいあの編集チームも頑張ってくれて出してて、この動画も8月30日収録で多分もうこの動画下手したらもうちょうど1ヶ月かかるかかかんないかで世に出てると思います。やっと追いつけてきました。前はね2ヶ月半遅れとかもういつの動画だよってのもあったんですけど、はい、なんでちょっと動画の本数は多いですけれども、我々もまあ収録もね私もうものすごい数収録してますし、編集チームもものすごい数の動画作って出してますんで、ぜひ皆様のね時間を使いますけれども見ていただいて、ちょっとでもこういう取れ高のないクソ回でもちょっとでも有益な、ね、情報も与えられたらいいなと思いますんで、はい、今後もねどんどん動画のなんていうの収録から公開までの間隔が短くなっていくと思いますんで、はい、ぜひ見ていただければと思います。そしてこんな収録スケジュールでやらせてもらってますんで、はい、ぜひ遊びに来てくださいということで、大敗だけれども切り替えて来月頑張ります。お疲れでした。